はい、おはようございます。えー、今日は5月27日火曜日ですね。僕が気になった AI ニュースをピックアップして共有していきます。で、また最後にコメントを紹介させていただきますので、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、えー、きのニュースは5つあります。で、まず1つ目は ChatGPT のアドバンスボイスモードですね。あの、アドバンスボイスモードが歌うようになるらしいです。はい、<laughs> これどうなんですかね あの歌う意味があるのかどうかは、まあ、ちょっとさておきさておきですねあの会話が流暢になるっていうのはあのすごく僕はいいなと思ってますこの歌が歌えるぐらいあの滑らかに発音してくれるというか音声をね出してくれるっていうのはこれはすごいことだなと思います、はい、ただ歌なんですね <laughs> 歌,歌らしいですよ <laughs> これでなんか音声聞けるみたいなのでよかったら聞いてみてほしいんですけどまあ普通に歌ってますねであのアドバンスボイスモードっていくつか音声選べるじゃないですかその音声に若干依存するようですねうーんまあわざわざ僕が歌わせるかまあでもラジオで歌わせてみるのも面白いかもしんないですねちょっとまあこれが使えるようになったら使えるようになったでちょっといろいろラジオの中で試してみようかなと思ってます はい。で、2つ目。2つ目は、ノーションですね。ノーション a i の多分話だと思うんですけど、クロードが選べるようになったらしいですね。で、こんな感じで選択できるんですね。うん。こうなってくると、ちょっとまたさらに興味が湧いてきますね。はい。あの、ノーション a i のノーション議事録、あれはね、結構いいらしいんですよね。 あの、ちょくちょく X で見るので、まあ、それは気になってはいますが、じゃあ、ノーションじゃなきゃっていうところに僕はまだ行き着いてないんですよね。なので、まあ、課金をしてないんですけど、まあ、この辺の使い勝手とか、あとね、その、階層ページを、こう、深く入っていって、そこから情報を取れるのかとか、その辺の使い勝手が、まあ、もうちょっと上がってほしいな、とは個人的には思うんですけど、はい。 まあこのクロードがね、選べるようになってどこまで良くなるのかはちょっとね、未知数ですね。はい。で、3つ目。三つ目は、ディープシークのリーク情報ですね。はい。ディープシーク V3 の5026なので、昨日の日付なんで、まあ、日にちのね、またいでっていう形になるんですけど、これがね、もうリリースされるされてる までも、されてないっぽいんですよね。はい。まあ、でも、もしかしたら、ぼちぼち出てくるのかもって言って、ここになんか、リーク情報的なブログがあるんですけど、これに関しても、なんか、あの、これは公式の発表じゃありませんよっていう、噂を、あの、なんか、噂程度ですよみたいな感じで言ってるだけですね。で、これが本当かどうかわかんないですけどね、GPT4.5 とか、あとは、クロード4、オーパスと同等っていうね、 これ本当っすかねま、もしこれが本当だったら相当すごいですけどね。オープンソースで、ま、ローカルで動かせるわけじゃないですか。で、GPT4.5 とか o p パ s と同等になってきたら、またちょっとね、ディープシークショック起きちゃうんじゃないのっていうぐらい衝撃的な話ですけどね。はい。ま、R2 も出るって言いつつまだ出ないですし、 この辺はちょっと分かんないですね。はい、というのが3つ目です。はい、で4つ目。4つ目は DeFi の話なんですけど、DeFi、まあ、を使ってサイバーエージェントの社員さんたちが、まあ、トータルで3000時間、月3000時間、あのまあ、業務効率化して時間を削減しましたよっていう。 話ですねそれがなんかこうブログにま,まとめられててどういう使い方やってますよっていうのがちょっと書かれてますこれ結構面白い話っすよねあのディファイ最近ねガツガツ名前を聞,聞かなくなっちゃいましたけどまあやっぱりそのツールとしてはすごく魅力的だなと僕自身は思うんですよねあの今更かもしれないですけどディファイ使えるようになりたいなってちょっと個人的には思ってるんですよ でそれこそあの飲み会とかでね経営者さんたちと話をさせてもらってる時とかにそれディファイでいいんじゃねって思うことって結構あるんですよねその業務効率化したいんだよねとかこういう仕組みを入れたいんだよねとかまあそういう話をしてた時にディファイだったら割と簡単に組めるんじゃないかなって思うことがまあ多々あるんでその流行ってる流行ってないっていうよりも今その だろうな課題に対してどのツールが適切かっていうのがまあ大事だと思うんですよ。でその選択肢として d フ f i をちゃんと持っておくっていうのは重要じゃないかなと思っててただやっぱりそのねノーコードでワークフローを組めるとはいえやっぱりあの僕みたいな素人にはやっぱりハードルが高いわけですよ。ってなった時にじゃあこの d f i 組めますよとかワークフローを細分化できますよっていうような まあそういうことができる人たちってこれからやっぱ需要上がると思うんですよねその中でディファイの方が簡単じゃないのって選択肢としてちゃんと言えるかどうかって大事かなと思ってますはいこれはねなかなかいい話じゃないかなと改めてちょっとディファイのねなんか学びたいなっていう気持ちが湧き上がりましたねはいというのが4つ目ですで最後5つ目なんですけど関西学院大学さん があのなんか VR ゲームを作ったらしくってこれね視力回復するらしいんですよこの記事ね結構面白いですよ結構面白いですこのターゲットに対して、まあ、VR なんで 3D 空間のように見えるわけじゃないですかでそれを奥行きがあってでいろんな角度から見るっていうことをやってあの目の中の筋肉があるんですよねでこれが硬くなるから あのまあ視力が落ちちゃうっていうのが、まあ、一つの,あの説なんですけどその筋肉をいろんな形で動かすことによって回復するよっていうやつですねこれ面白いなあで実際にねあの視力回復したらしいんですよねこれいいっすねこれちょっと僕もやりたいなあ僕あんまり視力良くないんでこれ結構面白いっすねうん 22歳から36歳までの10名を対象になんでまあ実験数というかねサンプル数としては少ないんでまあ絶対これで効果があるとは言い切れないですしね、まあ、あとはそのまあここにも書いてますけど若年層が多いっていうことなんでまあそもそもね年齢が若い方の方がやっぱりそういう効果って出やすいんですよじゃあこれがあの40代50代60代っていう風にちょっと年齢が上がっていく っても効果が出るのかかどうかっていうところもやっぱりね検証しなきゃいけないですしまあそもそもこの VR ゴーグル使ってそのゲームをするっていうそもそものこの体験にな、まあ、慣れてるというかそこを許容できるかどうかって結構大事だと思うんですよねうんっていうのがまあ気になるとこではありますがこの実験はねなかなか面白いなと思いましたはいこういうの増えてほしいですねこういうの増えてほしいな AI 使って、ね、そのデータ分析とかすればいいわけですし、はい、いいっすね、こういうのもなんか好きですね、僕は。はい、<laughs> という感じの5つのニュースを紹介させていただきましたでここからはコメントを紹介させていただきますね、はい、昨日のスカイワークの,あの動画にで、ね、いただいたコメントになるんですけどスライド生成は私の需要ど真ん中なので早速試してみます。 で私はジェン・スパーク信者なので食われたら悲しいですが切磋琢磨してくれる分は大歓迎なので,なので少し複雑でした <laughs> 概要欄のリンクから登録してみましたが最初の2500クレジットだけしかもらえないっぽいですね、はい、ただ、えー、と AI 生体師さんのクレジットが増えればその分検索 その分発信してもらえるので、実質、私のクレジットも増えたようなものです。というコメントをいただきました。ありがとうございます。はい、お気持ちすごい嬉しいです。あの僕がね。想像してた以上にたくさんあのまあ、僕の招待リンクから登録をしてくださったみたいで、結構あのこんな言い方あれかもしれないですけど、僕のクレジットすごい増えたんですよ。 はい本当にありがとうございます。まあなのでやっぱりいただいた分はしっかりと検証としてね使わせていただいてであの、まあ、どうだったかっていうのを実際にちゃんと報告というか共有をねさせていただきたいなと思っております。はいありがとうございます。あのね同じようなコメントも他の方からもねいただいたんですよあの。わざわざ別アカウントまで作ってあの登録してくださったというかもともとご自分はそのスカイワークのアカウントをすでに持ってたのに 僕のリンク踏んで別アカウントであの作ってくださったりとかもしてくれた方がねいて本当にありがとうございます <laughs> はい、まあ、その気持ちをねやっぱ裏切らないようにしっかりと検証させていただきたいなと思います、まあ、あとはねやっぱりジェン・スパークさんにもね頑張ってほしいなっていうのはありますねあの AI スライドのクオリティやっぱ高いんであれでしっかりとあの PDF だけじゃなくて、PowerPoint でも、その文字崩れとかね、レイアウトが崩れずに、あのエクスポートさせてもらえれば、まあ、やっぱりジェンスパークを選ぶんじゃないかなって、個人的には思うんですよ。僕もけっあの結構というか、ジェンスパーク信者というか、あのファンなので、はい。まあ、なので、そこをちょっと改善をしてほしいなっていうのを願っております。はい。という感じの、えっ、ー、と、5つのニュースとコメントをね、紹介させていただきました。 はい、今回に関しては、まあね、チャット GPT のアドバンスボイスモードのこの歌っていうのはちょっと面白いですしちょっとねやっぱまた d フ f i に気持ちが少し湧きましたね。うんですね経営者さんと話をしてその,、ねまあ、そのプ,ロプロダクト開発じゃないわあのちょっとね仕組み化してほしいとか。 まあここを AI を活用してもっと効率化したいっていうようなまあそういう相談をあのいただく機会が増えてきてるんですよま。まだしっかりと正式に依頼を受けてるわけじゃないですけどやっぱり飲みの席とかでああそういうのできるんだったらやりたいなって言ってま,あまた改めてちゃんと相談させてもらうよみたいな雰囲気がね結構出てきてるのでまあその中の一つとしてあのディファイはね候補に上がってくるかなと感じてるので。 ちょっと勉強をね、またやり直そうかなと思っております。はい。というわけで、えー、と今日の AI ニュースは以上になります。では。